いいかなと思います。はい、ではご挨拶から明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今日最後だけどね、はい、てなわけで、今日は前からお知らせしていたように、寺尾先生とのジョイント授業です。では、寺尾健先生です。あ、皆さん、明けましておめでとうございます。あ、寺尾です、よろしくお願いします。今日上級メカロ経済学の2の、まあ、1、2と1の先生をずっと担当されているので、まあ、1年間受講した方も少なくないと思うんですけど、最終回の大事な時にお邪魔しまして、ですけどタイミング的には1月8日で今日が初めての授業という人もいるかもしれませんが、今年のね、あれなんですよ、今年が、そうそう、明けましておめでとうございますって言いますけどね、よく考えてみたら、まあよく考えなくてもそうかもしれませんけど、こう一生の間で明けましておめでとうございますって言うのって、まあせいぜい80回ぐらいだと思うんですよね。と思うと結構少ないなと思ったりするんですけどね。いやいや、そう、2歳とか3歳ぐらいの時に言わないでしょ。多分初めての3歳か4歳ぐらいだと思いますけど、平均寿命ぐらい生きて80回ぐらい言うね。はい、それで、ジョイントレクチャーが初めての人もいるかもしれませんので、これ、大体半年に1回やっていて、2010年からやってるんですね。そうですね。そうです。で、はい、今日が、第6回目ということになります。ちょっと第6回目ぐらいなんで、ちなみに、2010年の、秋からですかね、秋から、毎回今日もそうですけどビデオ撮ってもらって、ね、はい、YouTube にアップしてですね、こう地味ながら再生回数を伸ばしておりまして、もちろんもうすごい結構オーダーはね小さいんですけど、時々見るとですね、誰が見てるのか分かんないですけど、地味に見てる人いるのかなって、はい、ちなみに一番最初に公開した2010年の秋バージョンのやつはそれでもね再生回数1000回ぐらい超えてるんですよ、ね、すごいと思いませんか。1000回ぐらい超えてる。僕が一人でやってるわけじゃなくてね、僕はほとんど見ないんですけど、はい、1000回ぐらい超えて、何が言ってるかというと、1月8日でですね、ちょっとこれ調べてみたんですけど、プリントの91ページで、今日は最初に言っておくと、まあ、今日は6回目 の共同講義、ジョイントレクチャーなんですけど、市野さんのツイッターにね、書いてあるように、最後に業務連絡って僕は先に。はい、ちなみに僕はツイッターやってないんで、困ったんですけど、いつもね、一番二人で悩むというか、実は一番こう苦労っていうことではね、楽しいんで苦労じゃないんですけど、まあ、なんていうかな、神経を使うという言い方していいかな、今はね、そのどれくらい準備をするのかっていうのが一番実は難しいんですよ。で、今まで、まあ、今日含めないんでやると過去5回やったんですけど、そのね、どのぐらい事前に、まあ、いわゆる打ち合わせをするかっていうのが、その本番の時のパフォーマンスにものすごい影響するっていうことが分かりました。で、まあ、すごい抽象的な言い方になるんですけど、これは、まあ、3回生の人も就職活動スーツ姿の人もね少なからずいるし、4回生の人もいるので一応アドバイスしておくと、あんまり完璧に準備、例えば、まあ、面接みたいなことを考えてもらったらいいと思うんですけどね、あんまり準備しすぎるとですね、その本番が機械的になっちゃうんですよ。再生みたいになっちゃうわけね。で、そのライブ感が出なくて、その、なんていうのかな、安定してると言えばいいんですけど、その誰に話をしてるのか分かんないような感じになってしまって、まあ、これは芸といえば芸なんですけど、例えば落語家みたいなのを考えると、落語家は同じ話を何回もやるわけでしょ。で、その落語家とも話を聞くと、落語家の人っていうのは、その何回やっても初めて話をするかのようにできるのが、まあ、プロということなんみたいなんですけど、まあ、僕らはそういう意味でのトレーニングは進んでないので、どれくらい準備をするのか、毎回のそのね、ジョイントレクチャーの、まあ、いわば出来、まあ、まず僕たちの内部的な評価の出来に大きく左右するということが分かって、で、ちょっと話を戻すと、あんまり準備をしすぎるとね、結構好評でも僕らとしてはあんまり良くなかったなって反省をいつもするんです。つまりね、何かっていうと、こんなこと言うと怒られるかもしれないですけど、僕らがやってて、ね、あんまり楽しくないんですよ。つまりもうした話をもう一回することになっちゃうので、その、今日の実は内野さんの、引用している話にも関係することで、今してる話は予告なんですが、どういうことかというと、その都度ね、授業、過去のジョイントレクチャーで内野さんが、去年だったかな、自分は今年の春か、
自分はやっぱりティーチャーなんだと思うっていうね、宣言をされたんだけど、それは、僕なりに理解をすると、その担当、今話をしている僕自身がそうですが、講義担当者の、まあ、教員にとっても毎回の授業がやっぱり発見があるようなものにしたいというふうに常日頃思ってるんです。でそれは、自分のためでもあるんだけれども、やっぱりそういうこの初めてその場で喋って何かが見つかったっていうことをむしろ授業で見せたいと。でなぜそれを重視するかというと、それは本を読んだりあるいはネットで調べたりして得られる情報とは違うタイプのもので、その誰が見つけたっていうわけではないような、いわば文字通りシェアできるようなものを、やっぱりそういう知識あるいは理解を大事にしたいと思っているからですね。で、ちょっと話し続けていいですかね。で、何が、今皆さんに伝えたいかというとですね、それと準備をしすぎると、僕らにとってそのジョイントのこの場がせっかく2人で喋ってるのに、まあ、あんまり発見がなくて確認の場になっちゃうんですよ。でそれはやめようという段階が僕らにもあって、それ で逆にちょっとその準備をしなさすぎる、あえて準備をしないようにしたら、逆にね、その当日の進行が結構その行き当たりばったりってことじゃないんだけど、もうドキドキしながらやって、それはそれでもヘトヘトになって、こう十分こういい授業ができなかったなっていう反省もあって、で何が言いたいかというと、今日のですね、一応予告、まあ、そうなるといいな、今日がおそらく6回目にしてやっとようやくというか一番いい準備の具合なんだと思います、はい。それというのはね、一回打ち合わせをしたんですけど、年末年始挟んでですね、今日初めて会ったんです、明けまして。ありがとうございます。で、一番これがちょっとインターバルを置いて、一回その打ち合わせしたことも忘れて、ちなみに今日一郎先生、寝てないですか、もしかして。3時間くらいです。でしょう、はい。朝の5時にメールが来てですね、ちなみに僕も今日は4時に来まして、バタバタ準備をしてやってるみたいなのがあるんですけどね、2人とも寝てないので、もう若干、さっき学生さん言ってますが、先生今日はテンション高いですねっていうのは、多分寝てないっていうのも一部あるかなと思ったんですけど、で、今日が多分一番いい準備の仕具合かな。つまりね、仕込みだけして、どういう話になるか本当に分かりません。分からないので、そのあたりを楽しんでいただけたらと思います。はい、で、早速じゃあ本題に入っていいですかね。はい、今日が、じゃあちなみに僕と一野先生の話を、ジョイントレクチャー初めてっていうか、そうそう、今日はなんかびっくりしてるんですけどね、学長の杉村先生に来ていただいておりまして、ありがとうございます、お忙しいんでね。それで、初めてっていう人ちょっとやれていただきます。初めて。ああ、やっぱ初めて、はい、じゃあ、前期どういう話をしたかって、一応前期と後期セットに、まあ、してもいいかなと思ったので、簡単に、この間6月の25日ですけれども、僕の担当する、これはこの前期の月曜日の5限目にやっていた、下で間違っちゃったんですけどね、91ページなんですけど、上級マクロ経済学の2って書いてあるんです。これね、ミクロ経済学の2に引きずられて2って言っちゃったんですけど、でね、この時これを打つ時僕が何を考えたかというと、この、機種依存文字のローマね、このローマ数字を2にするか、I を、アルファベットの I を2つ書くかっていうのをこうそっちの方に気を取られて、実は1を書くべきだったっていう、はい、そういう間違いだったんですが、6月25日は間違ってなくて、前回こういう話をしました。で、松の地っていうのはどういうことかというと、松っていうのは門松なんですよね。お正月に、まあ、日本では門松を数るんですが、僕もちょっと調べて初めて知ったんですが、実は、12月の13日からということになっているそうです。で、旧来はこれ江戸時代になんか決まったそうなんですが、1月の15日まで門松は飾ると。だけど、いわばその明治以降になってですね、だんだん忙しくて、その15日もその正月気分は味わえないということで、最近は7日までという、今日がやって松のうちが明けた、まあ、いわばその正月気分はもうないですよっていうことのようです。で、何が言いたいかというと、こんなこと言うとすみません、聞こえるかもしれませんけど、1月の8日に授業はね、やっぱり僕は非常識だと思うんですよ。15日ぐらい休んだらどうかと思ってますけどね。はい、いや、思ってますよ。はい、はい、ちょっと非常識じゃないかと思うんですけどね。もうちょっとこう、お正月、年末年始のこう余韻を楽しみたいなっていう気分が あって非常識ということなんですが、でこれはまあかこつけてるんですけど、前回どういう話をしたかというと、まあ、今日の最初のイントロの話ですね。実は、この上級ミクロ経済学の、まあ、2、それからその前に1を受けた人、皆さんに考えてほしいことでもあるんですが、前回6月に僕と市野先生は次のような話をしました。経済学っていうのは、
ダブルコーテーションで囲ってますけれども、非常識、つまり常識をどうやって脱するかっていうことが、実はその経済学的な考え方を身につけるかどうかの、ポイントになるだろうという話をしたんですね。で、結論は、前回出た結論は、考えることっていうのは何かこうイメージ的には何かを得る、新しい考えを得るというふうにイメージするんだけど、常識を捨てて、言ってみればそれの常識というのは先入観であったり思い込みであったりそういうものである場合も多くあると思うんですが、そういうものを捨てることなんだと考えてみたら、新しい考えを考えるっていうことは、本質的には実は得るっていうことじゃなくて、自分がいつの間にか知らない間にいわば身につけてしまった常識を捨てるっていう作業なんではないかと。つまり何かが付け加わってくるというイメージで考えるということを考えずに、何か自分のものにこう貼り付いちゃってる、自分で貼り付けたつもりではないものが貼り付いてるものを自分でちゃんと意識してそれを外していくっていう、デタッチメントっていうことになりますかね。そういうプロセスとして考えるということを考えたときに、皆さんが思っている経済学は本当に経済学かなみたいな話をしたんです。で、大きな結論は、実は今日の主要な結論であると言ってもいいかもしれませんが、経済学は実は、例えば上級生の皆さんに言うと、2年以上は勉強して、もう3年次が終わろうとしてますから、参加生の人はね、3年ぐらいは経済学を勉強したと言っていいと思うんですが、皆さんが思っていること、実は経済学は経済学じゃないんだよという話をしました。で、それを少し解説すると、少し難しい話になりますが、理論、経済学の、言ってみるミクロ経済学とかマクロ経済学という言葉を聞いて、皆さんが頭の中に思い浮かべるものを参照してもらえればいいんですが、経済学の理論の中心にあるものは、実はそんなに理論的じゃないよねっていう話をしたんですね。で、理論的じゃないというのをもう少し正確に言うと、経済学の、理論の中心というか議論の出発点になるものは、例えば消費者の雇用を最大化するというようなものは、これはそれがなぜかということをむしろそこから話が始まる話なので、そういうものは公理と呼ぶんですね。で、その経済学の議論の中心にある議論の出発点になる公理というのは、その作りを見てみると、それほど理論的ではないところがあるよねっていう話をしたんです。で、それは実はこの、ゲーム理論を中心に解説されたこの授業でも、実はすでに一野先生から議論がされてるはずです、と思いました。はい、思、はいました。で、それ、この点は後で確認しますけどね。はい、さあ、それで、ね、ちょっとプリントを参照していただきたいんですが、前回、引用したもので、前回の議論 の下敷きになっていたのは、ダンカン・ワッツという、偶然の科学という本に書かれていたことなんですが、4つぐらいちょっと抽出しておいたんですが、常識というものについてのいわば常識的な考え方をまず変えてみようと。で、常識というのは、どういう意義有用性があるかというと、日常生活の問題を解決するのに役立つような知識のことを通常常識と言ってるわけですが、だからといってですね、それに過大な信頼を置いてしまうと、常識を使うことがかえって、問題の解決の、障害になるということがあるという話を前回しました。つまり、一旦ここでまとめると、常識的に考えることがいわばその常識的な判断を、の妨げる理由になる。したがってむしろ非常識に考える方が、ここで言う非常識というのは、だから経済学的に、例えば言い換えられると思いますけれども、経済学的に、あるいはもっと抽象度を上げて、理論的に考えることが、むしろこう物事をきちんと判断する際に必要な態度なのではないかと。で、これは、この辺りでちょっと一旦話をやめますけれども、今の議論は自然科学、あるいは社会科学、あるいは人文科学に関係ない議論なんですが、とりわけ経済学をその、代表というと他の学問に怒られるかもしれませんが、経済学を一つの象徴とするような社会科学においては非常に重要な問題をそこで、提起
問題が提起されているというふうに理解することができる。で、じゃ一つだけ今日の、まあ、いわば議論のベンチマークとして、命題を述べて、千野さん一応とりあえずバトンタッチをすると、社会科学の問題 を考える上では、まあ、経済学もそうですし、社会学もそうですけれども、要するに社会のことについて何らかの形で考える学問、これを、まあ、とりあえず社会科学と言っておくと、まあ、例えばだから法学もそうだと思いますけれども、それの、困難の、あるいは難しい、それが難しくなる一つの理由として、これは去年の秋ですね、去年の秋に話をしたことなんですが、人というのがそこで問題になるというのが一つあります。で、その人の問題、人の問題のなり方が常識的には次のように考えられている。人というのは心というのがあって、感情というのがあって、非常にイレギュラーな動きをするもの、そういうものを対象にしているから社会科学が難しいというのが、これがいわば、まあ、通説です。で、これは結果的には否定したいんですが、通説です。もう一回言いますね。社会科学が難しい、経済学が難しい一つの理由は人を対象としているからですと。で、なぜそれが難しいのかというと、人というのは、必ずしも合理的ではない、気持ちが あって、感情があって、非常に非合理的なことをするみたいな、まあ、勉強している人も多いと思いますが、例えば行動経済学的な理解というのは多分そういう発想から来ているんでしょうけれども、人というのは難しいものだから社会科学は難しいというのが通説なんですが、実はそれはちょっと詰めが甘い議論だと思うということなんです。つまりどういうことかというと、社会科学の難しさあるいは困難の本質的な理由は、人が人を対象として考えるというところにあるのだろうというのが、実はこのダンカン・ワッツの本で書かれていることです。つまり人が対象に、分析の対象になると同時に分析の主体にもなっているんですよね。つまり人がオブジェクトでもあり、同時にサブジェクトでもあるという形で、論理的にやっぱ矛盾するようなことがそこで、論理的には解消されないような問題を内部的にはらむところが社会学の難しいだというのが、まあ、こう言ったらいいかな、レベルの高い論者の共通した認識です。で、これを初めて、まあ、一番有名なのはミシェル・フーコーがそれを言ってるわけですね。つまり人はサブジェクトでもありオブジェクトでもあると。で、そこでループしちゃうと、つまり自分がやってることについて自分で考えるみたいなことをしないといけないので、その集合体が例えば社会だとすると、そういうものについて考えるのはダンカン・ワッツが言ってるようにこういうことです。例えば経済予測みたいなことをするときに、例えばマクロ経済学の分野でよく言われるのは、その人々の政策に対するね、まあ、例えば今でいうアベノミックスでもいいですけれども、アベノミックスというのが言われることで、人々が政府がこういう政策を打つだろうということに関して経済主体がいろんな予測をするわけですね。その予測も織り込んで実際には政策は実行されないといけないわけですよ。で、そういう問題があって、ダンカン・ワッツの引用の4番目ですが、事件の重要性を予測する際には、例えば経済的なイベントって考えてください。例えば自民党が政権に再び返り咲いたみたいな事件があったとします。で、そういうことが実際どういう影響を及ぼすのかということを考えるときには、事件そのものだけを考えるのが不十分だと。それにどういう意味付けが社会的にやされるかというプロセスまで、プロセスとその結果まで予測しないと社会科学的な分析はできないんだということです。で、ここには実はさっき言った経済社会科学の根本的な難しさ、人間が分析の対象となると同時に主体となっているという問題が絡まれているというのが、非常に抽象度の高い議論になりますけれども、まあ、そんな高くないかな、ということです。で、今日はまずは、前回の復習がこういう話なんですが、まあ、それから、最終的には、今日したい話は、考えることということに対応させて、この間打ち合わせでちょっと話をしたんですけど、教えることというのはどういうことかということを、この1年の最終講義、まあ、ふさわしいテーマかなと思いますので、そういう話につなげていきたいと思います。じゃあとりあえず一野さん、なくなりましたけどバトンタッチ。はい、はいはい、ありがとうございます。で、今寺尾さんが言わはった、その人が人を対象にしているというのは難しいというのは、例えばこうですね、自分は、多分ゲーム論ならゲーム論で対象になっている人がいると、その人のことを、その人がどんな行動をとるかを考えたいときに、自分は客観的に見ているつもりでも
自分で気づかないうちに図らずも、もう自分の好みとか思考パターンがその分析に入ってしまってないだろうかということでもあります。で、それをいやそれは実はあなたはこのゲームについてこんな答え出したけど、それはいやあなたがもともと持った考えが反映されてるだけだよねというのを、まあ、気づいて気づかせること、それが、まあ、教えることであり、つまりその考えを奪うことでもあります。つまり教えるというのはさっき寺尾さんの、ね、前回の、共同講義では考えることは、なんだっけ捨てることかという話でしたが、そうするとそれに対応して、教えるというのは、あるいは教えるというのは皆さんが持っているものを奪うこと、あるいは教わるというのは今まで持っているものを奪われることでもあるのではないかということで、例えば僕が今回今年の上級ミクロ2で皆さんから奪ったんちゃうかなと思うのはこんなことです。プリントの、94ページを見てください。でこれはこの授業がどんなことをしてきたのかという、この授業を取っていない人への、まあ、一応なんていうかな要約にもなります。この授業の、10月23日この辺りでは、人々の協力についてお話をしていました。で人々を協力する一番簡単な方法はですね、偉い人がおってその人に誰も逆らうことができなくて、その人がお前ら協力せえと、協力しひんかったらしばくというのが一番簡単な方法。でもそんな風にお前は協力せえ、協力せんかったらしばくという偉い人がいない場合、人はどうやって協力を達成するんだろうというのが、まあ、この授業の中心的なテーマの一つだったわけですね。そうすると、その問いを、まあ、するとですね、つまり強制力を持つ第三者がいない場合どうやって人は協力するんですかというと、まあ、僕の授業を持って3年目ですけど、まあ、毎年この答えが出てきて、一つはお互い信頼するとですね、もう一つのパターンは友達になると、仲良くするというパターンの答えが出てきます。で、じゃあそうするとですね、次に信頼って何って取ってあるわけです。お互い信頼すれば協力できるというわけですが、その信頼は果たしてもう何があってもこの人は協力をしてくれるという全面的な信頼でしょうか。もちろんそんな信頼もあるのかもしれませんが、こういったようなそのような全面的な信頼がなければ人は協力できないんでしょうか。もっと緩い信頼で、つまりもうちょっと、まあ、経済学的に言うと利己的な個人の間で、協力相手がしてくれれば自分も協力するけど、相手が協力しないなら自分も協力しないという行動を相手が取るだろうなという信頼であっても十分協力はできますよねというのが、そのこの授業の一つの結論だったわけで、そうすると全面的な信頼があれば協力できるっていうけど、いや全面的に信頼してなくっても人は協力できるんだよということ。そしてさらにそのもう一個の答えとして、友達になれば協力できるって言ってるけど、じゃあその友達って、その友情って何っていうね、仲良しって何、仲良ければ協力できるっていうけど、じゃあその仲の良さが一体どんな風に働いてその二人を協力に導くのさと問うと、まあこうですね、94ページの友情と協力のところの答えで、こういう答えが、これすごい興味深い答えで、相手に蹴られたくないからとか、その人との関係を失うかもしれない恐怖とか、協力次第でいるよりも友情がなくなる方が損するかって、ものすごい打算的な答えが出てくるんですよね。友情なのにでしょ。友情って言って、ね、友情とか全面的に友情かと思えばものすごい打算っていうね。だとすれば、いや皆さんが思っている友情は図らずもここでなんか、まあ、肩に落ちるというかね、お前らが思っている友情はそんなに熱いもんじゃないぞ、まず意地悪ですけどね。でもそれ悪いことじゃないよ、友情で。友情は何も必ず全面的な無条件な信頼じゃなくてもいいじゃんというふうに、友情でさえ、つまり利己的な個人同士の上限付きの信頼として解釈することもできますよねというので言うと、まあ何人かの人はほうっていう顔をしてくれたので、おお、何ちょっと伝わったかなと思うんですが、それが11月6日のことですよね。なんですが、ちょっと同時にもう簡単にほうって思わないと思うんですよ。そんな風に友情は打算的だって言ったら、そんなことないわいっていう顔もしてほしいっていうね。そこでとガリガリと抵抗されたっていう、その奪われる時にね。だからなんか偉い今年の3年生素直やなーっていうのもちょっと思ったりもしました。で、
もう一個ちょっと続けていいですか。で、でこの授業のために僕も寺尾さんも勉強を、まあ、するんですけど、うん、で、まあ、どんな本を読むかはあんまり決めずに興味を持った本を読んで、昨日読了した本でプリントをめくってください。95ページから続いてますが、伊勢田哲司という人の動物からの倫理学入門という本を読みました。でもめっちゃ面白い本で、これあのこの質問していいですか。はいはい、この本は どうやって見つけたんですか。なんかアマゾンでおすすめされたこと。あ、そうですね。どういう本が勧められてないんですけど、なんでか分かんないですけど、はい、どういう本を読んだらこれを勧められるの。分かんないですけど、はい、なんですか。はい、あの、で、僕はだからこれものすごい勉強になったんです。だから僕ね、あの、奪われました、この本。いろいろ教えられて。いや、これ、僕読みたいなと思いました、はい。どう奪われたかというと、うん、まあ、これ、今言ってもな、多分全然伝わらないと思うけど、言うわ、あんなこうですわ。もう僕は、無意識に何も考えずに肉を食うことはできません。あ、そうですか。うん。いやいや、お肉だけ？肉、だから、魚は OK ですけど、肉は、魚違うんですか？そう、魚は違うんですよ。あ、そうだね。魚は、あのね、こういう魚はね、あの、疑わないから、あまり苦しまないから。そうなの？うん、ですって。あ、その本によると、その本によると、その倫理、動物倫理学の。あ、そうなんですか。いや、知らなかったです。あ、もう区別してなかったですけど、うん、あ、じゃあ、例えばそこは大きいんだね、そこは。食事に行って、はい、まあ、コースで、はい、まあ、フレンチでもイタリアンですけど、はい、お肉かお魚かっていうから、お魚ってあるかもしれない。あ、そうなの。で、その肉は果たしてどんな風に作られたのかなっていうことは思ってしまうぐらい。あ、食うけど、そら食うけど、それはもう不可逆ですね。うん、ところ取られました。大変なことですね。はい、し、あともう一個は、あの、ほら、数年前にね、クジラの話もやってましたよ。から、はいはいはい、あの、熊の中の方で、イルカをね、殺してるところは映画撮りに来て、こそっと来てって言うので、ね、知ってます？わかります？クジラの話と、クジラ僕らは食いますやん。で、西洋王食からは、食うなって言われてますやん。それは知ってるよね。とか、あの、2、3年前かな、あの、和歌山の南の方ではイルカを取って食うんですよ。もう伝統でね、行事みたいな感じで追い込んで、で、結構、まあ、あの、残酷な殺し方をしているみたいで、それに反対しているそのヨーロッパとアメリカの中の集団がそれをこそっと取って映画にしたんですよ。ほんで世界に公開して、日本ではこんな残酷なことをしていますと、ね、はい、で、それを見て、まあ、僕の反抗性はこそっととんなやっていうことと、うん、今まで食ってきたんやから食わせろやっていうのが、まあ、あの、標準的な日本人の反応だと思うんですよ、ね、でもこの本読んで僕はもうそう思えません。どう思うんですか。あの、ごめん食ってって。あ、そうですか。っていうか、あの、なんで西洋の人がそんなに、あの、イルカとかクジラのことを怒るのかの意味が分かりました。あ、そうですか。だからもう単純にクジラ食わせるやとはもう僕は言えません。いや、食うかもしれんけどね、ってならね。あの、あ、まだ続きますか。はいはいはい、あ、というのは、はい、まあ、なんでかというと、はい、つまりこうなんですよ。いや、そんだから、まあ、簡単に言うとクジラにも権利があるってだけのことなんですけど、うん、人間と同じように、うん、いや、でも人間とクジラ違うやんって思えば、うん、いや、そうしたらなんで違うのって言ったら、うん、まあ、クジラは喋らへんやんというわけやんか。でもクジラはそのクジラにしかできん方でコミュニケーションしとるし、うん、結構なんか頭がよくって、うん、あの、大型の類人であるチンパンジーとかオランウータンぐらい賢いとも言われているそうです、うん、そうすると、いや、オランウータンとかチンパンジー食うのは残酷って思うでしょ、と同じぐらいにクジラも残酷じゃないですか、うん、っていうのと、哺乳類ですから ね、 ですからね、っていうのと、いやいや、まあ、でも動物やんっていうわけやんか、喋、うん、れへんし、うん、って言ったら、喋れへん赤ん坊食うんかお前はっていうね、認知症のおじいちゃん食うんかお前はって食わないですよね。なるほど。って言われたら、そんな風に差別的に、喋れへんから食っていいならおじいちゃんも食わなあかんし、うん、でもおじいちゃん食えないならクジラも食えないですよ、うん、って言われたら、もう僕はそれに対して論破はできませんという本でした。なるほど、はい、魚は違うんですね。魚はなんかね、魚は僕もそうするとね、魚はなかなか、魚はね、そこまで賢くないんですよね、きっとね。でもですよ、うん、でもいろんな、まあ、その倫理学にもいろんなバリエーションがあって、う
その魚と魚もちょっと高等な生物、うん、魚とのちょっと高等な生物、まあ、そのちょっと高等な生物の違いがないので、うん、そうするともう流れ式にもう動物は何も食えないという考えだってあり得るそうです。ちょっと教えてほしいんですけど、はい、これまだ考えたことなかったんでね、はい、この倫理学ですよね、はい、そのベースになっているその哲学というか、はい、その誰のどういう議論がベースなんですか。交流主義もそうだし、はあはあはあ、だからあのなんだっけベンさんとかの、ね、はあはあはあ、もそうだし、カントとイーンの義務論の話でもそれが出てくるし、だからどのが最近入らしいなんか特の倫理学みたいなあるんですって、バーチューですか。そう、そうなんですよ、そのまあその三本柱があるそうなんですが、どの義務ですよ、まあ、どの倫理学の、まあ、セオリーを用いてもそうなる。なるほど、はい、なるほど、まあ、その哲学の分野で言えばそのど真ん中にある話ですよね、はいはい、あ、そうなんですか、うん、話元に戻す、はいはい、戻すか、戻すかじゃないですか、はい、そのね、プリントの94ページに書いてあることってすごい興味深かったんですよ、はい、最初に僕が話したことに沿ってもう一回その言えば、再解釈すると、ここにいる皆さん誰かこう自分が書いたんだっていうあるんだと思うんですけど、この皆さんの答えはね、全部その常識なんですよね。で、何が言いたいかというとね、結論を言うとこういうことなんですよ。囚人のジレンマを考えるときにはこの常識は間違ってるんですよ。ってことなんです。つまりお互い強い信頼関係を作るとか、相手を信頼するしかないとか、仲良くとか友情とか嫌われたくないとかっていうのは全部間違ってるわけじゃないんですよ。常識としてこれがこの常識に従って判断して行動することが、あ、やっぱ望ましい結果を導くことがたくさんあるから、多分皆さんはこういう常識を身につけてるわけです。だけど囚人のジレンマという状況はこの常識で判断してはいけないんですよ。ということはこの上級ミクロで皆さん試験があるんですよね、はい、ちゃんとこれ理解を一番重要なポイントじゃないですかね。で、経済学4回生の人もいるので、まあ、経済学何を分かってほしいかっていうとそれはいろいろあるんですけど、まあ、一つ今の議論のラインで言うと、経済学の一つの、まあ、知見ね、知見だから今から言うことが別に全てにわたって必ず、正しい判断を、促すというわけではないんですが、一つの、まあ、参照基準として身につけてほしい発想を一つここで言っておくと、経済学の一つの考え方の一つの特徴です。特徴というのは、キャラスタリスティックという意味でもあるし、やっぱストロングポイントっていう両方ね、つまり良いところっていう意味でも使いますけれども、長いのね、特徴ね。で、経済学の考え方の一つの特徴は行動と、つまり実際に協力するとかしないとかっていうことです。と経済主体、まあ、ゲーム論的にはプレイヤーということになりますが、プレイヤーの内的属性、もっと平たく言うと内面です。行動と内的属性を分けて考える、これは経済学の非常に大きな特徴です。つまり、まあ、平たく言うと、一野さんもとかで書かれてましたけど、いい人がいいことをするとは限らないし、悪い人が悪いことをするということではなくて、協力するしないの問題と、その人がどういう考えを持っている人かということは分けて考えないといけない問題が社会にはたくさんあるというのが経済学が教える一つの重要なポイントです。で、これはミクロマクロ問いません。で、まずこの発想をきちんと理解していたら、例えばどうやって囚人のジレンマで協力を達成するのかと問われたときに、どういう人だったらそうするかという発想をまずここで捨てないといけないんですよね。どういう状況だったら協力がありうるかという、そのいわば行動のレベルで考える話と、内的属性の話をきちんと自分の中でいわば切り分ける。で、これはある種その普段は我々はそれこそ自分がその意思決定をしてね、その判断して行動する主体として考えたら、いちいちそこはその分けてないので、これはある種のトレーニングをして自分の中にインストールしないとこの発想は出てこないと思います。で、経済学の一つの効用を言うと、まあ、僕も 100% それができているとは言えないんですけど、この発想を身につけると一つ楽になることが、
つまりいじめられた時ね、今すごいいじめられてるんですよ、いろんなところで。いじめられてる時にですね、相手が自分のことを嫌いだからって思わない、違う、別の利害関係があって立場上言ってるだけだから、そのつまりね、最近よく聞く話で本当にそうみたいなんですけど、入社1年目でね、その上司あるいは先輩になる人たちが何を一番今気にしてるかって最近ある企業の人に聞いたんだけど、そのどうやって最初叱るかと。であんまり緩いと聞かないし、きつく叱りすぎるのも怖いと。でこれが最近顕著な現象らしいんですけど、なぜかというと辞めるからだと。辞めるそうなんですよ、怒られて。でもこれはね、今もうすでに面接始まってる人もいるかもしれません。さっき河野教室に入ってくる前に、あの3回生らしき人がね、スーツ姿の女の子3人ぐらいで明日どこの面接とか言ってたから、もう始まってるんだと思いますけど、面接でこう言われたらね、周り学生さんからいっぱい聞きましたよ、もう全否定されてね。違う違う、君のことは何も否定してない。つまり実際に相手が自分に対して何か厳しい言葉を言った、あるいは場合によっては何かその行動のレベルで自分にとってやっぱその危害をね、加えられることがあっても、そのことと相手がどういう人かっていうのは、まあ、分けて考えるっていうことが、経済学的に言えばすごくそれは何ていうかな、こう、うまく物事に対処していく、まあ、でもね、これでも耐えられないぐらいで考えてみてるとやっぱ嫌いとしか考えられないみたいなことがありますけどね、だいぶこれでこうフィルタリングができるみたいなことはありますよ。逆に言うとこういうこともあります。何か自分にこうプレゼントもらったみたいなことをね、あっても、あ、好きなんだとかいうふうに短絡しない、何かそのこちらから引き出そうと思って何かを持ちかけてきてる。だからそういう意味ではあんまり人間的では、普通の意味では人間的ではないのかもしれないんですけど、この発想はぜひとも皆さんに、全面的に何でこれで判断してほしいという話ではありません。自分が何か判断したり行動するときの一つのオプションとしてこの発想でも考えてみるということは必ずできるようになってほしい。でこれは、ちょっと先じゃない、元に戻りますけどね、ピントのフェイスで言うと、これはね、特に、立場状況を調子で言うと、僕は、去年、今年からかな、自分が担当する授業で全部これプリントにして解説するようにしたんですけど、92ページの一番上を見てください。4回生の人もいるし、3回生の人も間もなく4回生になりまして、卒業の法政大学経済学部の実質的なその卒業要件というのが3つあるんですよ。でこれはきちんと理解、文字通り真面目に受け取ってほしいと思います。実質的には何が卒業したことになるのか、あれですよ、基準的に言うと128単位取りゃ卒業なんですけど、これは僕よく3回生とかこの時期の4回生の人に言うんですけど、まあ、今日招待してもらったのでここにいる受講生の皆さんに言います。1学年大体400人ぐらいいるんですよね。128単位取る人がほとんどですよ。それで皆さん卒業しますが、同じだけのものを身について卒業してると思いますか、400人が。GPA がどうのこうのって話じゃないんですよ。次の3つの点においてです。経済社会問題を的確に、例えば今言った行動と内面みたいなものをきちんと切り分けて考えるみたいなことができるかどうか。あと要件が2つあるんです。2番目がちゃんと筋道を立てて問題を考えることができるかどうか。で3番目、でこれはかなりハードル高いですけど、自らの力で、これは別に単独でということではありませんよ、他の人と協力するというのがノーマルな状態だと思いますけど、それで解決策、まあソリューションですね、ソリューションを示すことができるか。解決策を示すわけですから、当然問題をまず見つける、見出す能力が当然それに含まれています。でこの3つを経済学部では大真面目に学士経済学の、つまり大学4年間の実質的なその卒業の要件として設定しているわけです。で学生の皆さんに強く伝えたいことはですね、授業をはじめその4年間過ごす自分がしたアクティビティの全て、課外活動も含めて、ね、アルバイトやその他のね、彼氏彼女との、なんていうかな、やり取りとかも含めて、この3つを実現するように自分の全ての活動がまず体系付けられていたかどうかっていうのは、今この時期にね、反省というか振り返ってほしいわけです。でそれについて、これは多分そういう議論がベースにあったわけじゃないんだけど、これはかなりよくできてるなと改めて思ったんです。ただこの3つの要件が、
いや、見落としてるというか漏らしてるものがあるという話も今日最後の後半にしたいんですよね。そうですね、はい、これだけでじゃあ全てなんかその人として揃うのかというともちろんそんなことはないわけで、うん、何が落ちてるのかということは問題にしたいですが、しかしかなりリッチなものであるということをここでまずは強調しておきたい、はい、っていうのはいちいち引用しませんけれども、また後で読んでおいてください。例えばね、パスカルが言ってるようなこととかね、うん、なんで、自分でちゃんと考えるってことが大事なのかっていうと、パスカル曰くその方が人は納得するもんだからと、そうかもしれませんね、うん、それからその次は非常に経済学的な話だなと僕は思ったんですけど、直感といわばまあ論理を使って推論をするっていうことについて、どっちかだけっていうのはダメだということなんですよね。直感だけで判断する人は、推理に関することが推理に関することが違う、何もわからないと。でだから物事の本質が遠くなるよという話ですね。だけど理論的にあるいは原理によってゴリゴリ考えればいいかというとそういうわけでもない。つまり直感でパッと全体をつかむみたいなこともやっぱり一人は必要だからということですね。筋道を立てて問題を考えるという時に、これは僕が勝手に付け加えるわけですけれども、多分一郎先生も同意してくれると思いますが、これが言うのは簡単ですけれども実際に実践するのはそれほど優しくないのは、理性を 排除することも避けないといけない。でも理性だけで考えることも理性しか認めないっていう態度も、つまりこの両極ではないやり方を考えないといけない。それが多分筋道を立てて問題を考えるという時に実際に重要になることだと思います。それから勉強するということに関して、あるいは大学の在り方ということに関して言うと、まあ、4回生の人もいるので一応引用しておいたんですが、あんまり自由なのは良くないというふうにパスカルは言っています。でも同時に、必要なものを全部揃えるのも良くないと。でこれは多分内野先生も同意してくれておりますが、まあ、どれくらいそれが実現できているかは、学生の皆さんの評価に委ねざるを得ませんが、あんまり授業で教えすぎないようにするということなんですよね。全部言わない、うん、っていうのはどうですか。いや僕言ってしまったの方なので、うん、いや寺尾さんの方が言わないですよね。で、でも僕はね言わなくてね非常に苛立たせてますね。あ、はい、言い過ぎてくどいって言われるところなんで。ああそうですか。だからまあちょうど合わせるといい感じになるじゃないですかね。はいはいはい、その通りです。あ、そうなのか。いやでも僕はね一郎さんは教えすぎてるとは思いませんけどね。そうかな、うん、でもすごく丁寧だと。でね、いや難しいのはね、教えすぎないというとなんかかっこいいんですけどね、単にこう雑でね、説明不足になってることの方が多いのかもしれない。でもちゃんとデザインしてる。まあでもそれはすごく気をつけてます。だけど、まあ、これ悩みっていうか、ここでこうしても皆さん困るかもしれませんけどね、この現在進行形の悩みはね、特にまあ1回生の授業を毎年、毎年というか、まあ、一昨年度からね、後期にやってるんですけどね、もう年々1回生の授業が本当に難しく感じるようになりました。つまり、ね、教えすぎるとなんか安心してしまいそうでね、つまりある程度このちょっとこのままだとまずいなっていうので1年生を置いてほしいっていう気持ちがあって、だからねあんまりその親切にしないようにしてるんですけど、でも既得なね3回生とか4回生の人がいて、まだ1回生の僕の授業を受けに来てくれてる人の感想とかちょっとバカ丁寧だと。でも受け止め方は1回戦とってはバカ丁寧という印象ではないようなので、まあいいのかなと思うんですけど、そのねコントロールがね、もう本当に今1回戦の授業が一番月曜日のね、来年ぜひ来てください、ね。ね、重要なことをね、もう5回ぐらい繰り返してありますからね、もう一度言います、追っかける5みたいな、はい、そうですね、ごめんなさい、で、これも、それね、何でも、皆さんも人生の問題として考えてほしいんですよ、何でも自分の思い通りになるっていうのも良くない、何にも自分の思い通りにならないのも良くないと、じゃあ、その間にあるものをそのどういう基準で、まあ、選び取るのかっていうことが問題になるだろうということですね。それからまあ若すぎても年を取りすぎてもというような問題もあるし、あともう一つはこれ実は市野さんと話をしてて、パスカルで言えばこういうことかなと思ったんですけど、その小さなことに対する感じやすさと大きなことに対する人間の感覚さや鈍感さというのが人がよく陥りがちな転倒だと言っていて、これも経済の問題を考えるときに、つまりね、例えば皆さんのさっきの
友情とかっていうのはね、多分小さな問題に関してその敏感すぎるんだと思うんですよ。で、囚人のジレンマみたいな、これはやっぱ社会問題のある種のティピカルな状況を記述してるわけですけど、そういう大きな問題に対して鈍感になっちゃってるっていうね、そのパスカルが言っとるぞみたいな、ああいうことを思いました。はい。さあ、そんなこともあって、あとはいろいろ経済学の特徴みたいなことで、まあ、実は、まあ、哲学的な問題でもあるというようなことを引用しています。はい、とりあえずは一旦これで、一度もう一回返しますね。はい、わかりました。いやこれ、寺尾さんも作ってくださって読んで、今のところで、小さなことに対する感じやすさと大きなことに対する人間の無感覚は、ちょっと、いや、なんかものすごいいいこと言ってるなという感じはするんだけど、ちょっとなんか何のことがすぐに出てこないなと思っていたので、今言ってもらえてよかったです。はい、そうですよね。まさに囚人のジレンマは、そう、囚人のジレンマ、知らん人も多いというかごめんな、この仕事を出した時、囚人のジレンマっていうのは、2人でやるゲームですけど、もう、なんていうかな、対象とする範囲はものすごい広いと思うんです。で、もうそれこそ、なんだろうな、僕は先ほど言いましたけど、政府がある理由とか国がある理由 もうそこに求めることができると思っています。つまりその第三者を作らなきゃ大変っていうのでね。わかるかな、協力をしようと思ったら二人だけが大変なので、コラって言ってくれる人を作るために作ったら政府がおったみたいに考えることもできるので、まあその政府は便利だと。それも役者でもいいやけど、話もしましたよね。っていうそういう偉い人を作るみたいなこともあるし、で、さらにここだ。その偉い人は、協力せんかったらコラって言ってくれるし便利やねんけど、でも考えてみて、その偉い人がコラっていうのしんどいかもしれんやん。わざわざ見て、お前協力せんしあかんぞって言って、しばくぞって言って、逃げるの、追いかけてしばくなんかしたらええやん。はぁはぁ言うし。って考えたら、その偉い人、政府がちゃんと協力してんし見つけて、これあかんぞっていうこともコストがかかるので、ちゃんとそのコストを払ってやろうとしてるんですかっていうのを僕らは見てなあかんという意味で、それをさらにコラっていうかいい意味だね。っていう意味で、そこもやっぱりお互いに、政府の言うことを聞いて協力するのはしんどいし、政府もコラっていうのはしんどいっていう意味で、そこも囚人のジレンマなので、わかりますかね。そうすると、もう全ての人間の関係はその1対1のというか、2者間のやり取りになるというふうに考えることもできるという意味で、囚人のジレンマは大きい問題だなと思います。はい。で、これはちょっと、ごめん。手取り早くも多分あんまり伝わらなかったかもしれんけど、まあいいや。で、それからもう一個、若すぎるとっていうところは、これなんかものすごく痛くてですね、僕今41なんですけど、おとつい5日かな、卒業生と飲んで、でその頃ものすごく本読む最近、もう勉強しなかったってもね、卒業生、みんな言いますって、その言ったけど、卒業生はみんな言いますよ、もっと勉強したらよかったって、ほんまに。誰も、もっと大学の時、遊ぶ時よかったっていう子は一人もいません。ね、みんなもっと勉強したらよかったって言います。でな、でもそのぐらい本読みますと。いう話してて、で若い頃本読んどけって言われるんですけど、なんで若い頃本読んどけって言われるんですかねって話になって、で僕その理由は僕思い当たる節があって、というのはね、41になると自分よりも若い人が本いっぱい書いてるんですよね。でね、僕結構なんかこう見えて根性悪いというかね、で若いやつの書いたもんなんか読めるかいって思ってしまうとかちょっとあって、特に小説とか、ね、だからね、それはあかんなーってほんま思うねん。でも、なんかね、こいつ俺らもこれね、見たら写真とね、生まれ年書いてあるね、俺ら若いわーって思う。この人は俺の年上ですけどね、っていう本があったら、なんかね、なんか負けた、買うと負けるみたいなね、勝ち負けちゃうのにね、買うと負けたりって、その機会を失ってしまうので、だからこそ、若いうちに、若い時はね、もう全員、著者、年上ですからね。それはいい考え方ですね。ね、だからね、若いうちに本読む時っていうのは、若いうちはもう本選び放題ですわ。だってみんな年上で、負けたって思わんで済むからね。でももうここまで来ると、もう負けたって思わへんかったらええやんって、その通りやねんけど、もうちょっとでも思ってしまうので、だからもう負けたって思わんとこうって思うんですが、若いうちに本を読んどけっていうのはそういうことやなと思いますよ。なるほど。確かに、自分より年上の人がよくものを分かっていてね、その非常にやっぱその優れていることはその何のこう精神的なストレスにはならなくて、むしろよかったないようにしてもらっていいと思うんだけど、逆のことをずっと、
僕は一度さんほど繊細じゃないんで、それほど確かに今まで俺は何をやってたんだろうなっていう思うことはありますね。ありますあります。でもね、これ褒めると、実は なぜこういう話をしてるかというとね、打ち合わせの時にこういうことを一野さんさっきさらっと言ったんですけど、今年度のね、今日僕がここに来るってことで初めましての人が多いので、どんな人たちなんですかって聞いたんですよ、私の受講生のね人は。そしたら、一野先生が素直だと、まず第最初の返答は素直な人たちですってどういうことですかって言ったら、素直というのはいいんだけど、物分かりがちょっと今年の3回生は良すぎると。で、良すぎるっていうのは過ぎたるわってことなので、良くないんですよ。物分かりが良すぎると。で、なんで物分かりが良すぎるのかというと、ちなみにね、これ不思議な現象なんですけど、この大学の経済学部はだって1学年毎年400人くらいなんですが、学年によるカラーっていうのがあるんですよ。でね、今年の4回生ね、今もうすぐするよ、卒業する4回生は、僕も4年目に全員と話をしたわけじゃないんですけど、4回生は非常にね、ちょっとひねくれ者が多い、気が強い子が多いんですよ。あんまり素直じゃないんですよ。それはそれでいいんですよ。だけど今年の3回生はすごい素直な子が多いと。で、2回生、1回生っていうのも特徴あるんですけど、ちょっとそれを置いておくとして、物分かりが過ぎるっていうのはね、要するにこれは伊藤さんが言った表現だと思うんですけど、ちょっと考え方が機械的すぎるんじゃないかというようなことを言ってました。で、これはちょっと一野さんに書いてもらいましょうか。多分ね、この種の話をするのも今日が最初で最後じゃないかと思います、ちょっとだけもったいつけるとね、実は、僕と一野先生、だけがってことはないですが、今回というか別に今日に限らず、皆さんにこうやっていろいろ話をする立場にあって、別に何をいつも考えているかというと、共通していることは次のことだというふうになります。要するにね、経済学を、真ん中に書いてもらいましょう。どこから来るの？経済学を。経済学を、ちょっと長いですよ、経済学を学ぶことが、その下に書いていきましょうかね、高難の学生にとって考えてるのはこれだけだと言ってもいいんですね。いろんな話をしますけれども、講義もあるし、ゼミもあるし、それ以外の日常的な、やり取りもありますけど、経済学を学ぶことが、最初あたり高難限定をしておくと、高難の学生にとって一体何の役に立つのかと。で、この問いはもちろん何に裏付けられているかというと、高難の学生というのはもちろん人類っていうふうに置き換えることもできるわけです。で、経済学を学ぶことは人類にとって一体どういう意味があるのかというような発想をベースにして、自分が目の前にしている、今まさに目の前にしている皆さんにとって、一体何を語るべきなのか、つまり経済学の中にあるどういうものを、いわば皆さんにインストールして皆さんから奪うべきなのかということを、考えているということなんです。で、さっきの江南大学経済学部の実質的な卒業、要件、条件っていうのもこの観点から考えているということを、とりあえずこれで前半も折り返し地点過ぎてますので、前半のまとめの話にしておきたいと思います。それで、もうちょっとだけいいですかね。それでね、こういうことなんですね。まず、経済学を学ぶことは高難の学生にとって一体何の役に立つのかというこの一文の中にはいろいろな問題が含まれていて、これは別にノートしてもらう必要はないですが、次の少なくとも次のように、少し分析的に考えてほしいと思っています。まず、経済学とはそもそも何だろうかという問題がこの中には含まれています。これが第一。それから2番目は、学ぶというのはどういうことか。それから、高難のっていうのはどういうことか、それから学生っていうのはどういうことか、
例えば学生っていうのはさっきの水野先生の、発言に即していれば、それはもうどんな本読んだってね、自分よりほぼ年上の人ばっかりだから、もうなんで何のストレスもなく読み応えでいいじゃない。それを学生の定義にしても良いですね。で、学生というのはどういうことか、それからこれは非常に大きい問いで、まあ、1回生の人でも疑問に思うことで、この中に1回生の時にまず例えば4月とか5月の段階で疑問に思った人いるんじゃないかと思いますけど、こんなことを勉強してそもそも何でやられたのかというようないくつかの問題が含まれている。もう一回繰り返すと、経済学っていうこと、学ぶっていうこと、高難っていうこと、それから学生っていうこと、それから役に立つ立たないみたいな問題、まあざっと数えても5つぐらいの問題が実は含まれて、非常に大きい問題だと思います。はい、でこの点を踏まえて、じゃあちょっとお話を進める と、さっきのね、動物からの倫理学入門の引用、僕もこの本は知らなかったし、こういうことを今まで考えたことなかったので、僕も読んだらあれですかね、お肉はもうちょっと何も考えずには食べられないくなるかもしれないんですが、役に立つ立たないということについての一つの、まあ、暫定的な回答として、つまり自分がどの程度こう考えることができるようになったかを測る基準として、次のような基準を採用してみてはどうかという提案をここで改めてしたいと思います。例えば、長い引用ですが、この本の、まあ、2ページですね、動物からの倫理学入門の2ページに書かれていることですが、それを読んで、僕が思ったことを言うと、要するに考えれば考えるほど、分かれば分かるほど分からなくなる問題だなと。で、そういう問題が皆さんの中に今いくつぐらいありますか？分かれば分かるほど分からなくなったっていう問題ですよ。で、そういう問題をどれだけ持ってるかどうか、つまり分かってる問題の数ではない、単純に分からない問題の数でもなくて、分かれば分かるほど分からなくなった問題っていうのが、つまりいわば途方に暮れる状態ですが、その途方に暮れる状態が皆さんの中に例えば何種類ぐらいあるでしょうか。で、その数で例えば自分がどれくらい学べているかどうかということを測っても良いのかもしれません。これは通常学ぶということで議論されるとはちょっと違う観点からの話ではないかと思います。つまり何か、何て言うんですか、こう箱に入ったものね、こうパッケージ化されたものを受け取って、何か食べて消化吸収して終わりというような感じの、その学ぶとかいうことの、イメージというか、そういう理解ではないですね。それから、感銘を受けたのは、改めて初めて、考えたことで、はなかったんですが、実はちょっと見落としていたなと思って、ハッとして反省もしたんです。96ページのね、これは藤沢さんというんですかね、藤沢さんのプラトンの哲学。これ僕もね、うん、いいですよ、まず言って。これはだから、無知の知っていうのソクラテスの、プラテスの言葉なんですけど、つまりね、僕はその頃、僕高校の時の倫理でこの言葉を聞いて、その時に習ったのはこうです。ソクラテスはなんか自分はアホやのになと思ったら、神様がお前はよう知ってるって言われて、なんでかなと思って人に聞きまくったら、みんな知ってるふりをしててほんま知らんと、でもソクラテスは俺は知らんっていうことを知ってるというのが無知の知ですと。だから俺は知らんことを知ってるという意味で、他の人も知ってるから神様はそう言ってくれたんやなというふうに理解したんですよ。でもそれが本当の無知の知のメッセージじゃなくって、本当は知ってるというのはものすごく厳しいことで、知ってるんならそれはもう自分の完全な血肉となってもうできるしかありえない。もう知ってるのにできひんとか、分かってるけどできひんとか、で悪いことと知ってるがやってしまうとかもありえへんというぐらい、知ってるということは厳しいことなんだというふうに言われたら、おおって思いましたっていう僕は感銘を受けたんです。同じですね。つまり甘えなんだというね、これは何ていうのか、これはもしかしたら間違ってるかもしれませんけど、日本人に対しては非常に効く言い方じゃないかなと思ったんですよね。
同じような問題で、あ、こんにちは、こんにちは、思ったので、僕、これは市村さん同意してくれると思うんですけど、ここにいる皆さんも同意してほしいですが、僕、同じように好きな言葉というか、別に格言的なものではないんですけどね、これを読んで、やっぱりなって思ったのは、よくね、言い訳として、こう何かできなかった時に、やろうと思ってたんですけどっていう言い訳がありますよね。でも、やろうと思っててできなかったっていうのは、単に本気じゃなかっただけだというのを誰か書いてるんで、それはそんなに昔のことでもなくて、4、5年前なんですけどね。一切もうやろうと思ってたっていうことは禁止しました、自分の中で。で、つまり、そんなことはよく考えてみたら分かるでしょ、自分で。やろうと思ってたかどうかじゃなくて、本気だったかどうかなと。やろうと思ってたんじゃなくて、本気じゃなかったからできなかっただけだなと。だから、つまりさっきの行動と内的属性の話でね、はいはい、そうそう、つまり やるやらなかったって話と、それをやろうと思ってたみたいなのをごまかさないんですよね。そうか、だから、潜在の時でもあるなと思ったんですよ。だから、そのうちのうちの話は、はい、実はその発想はとても経済学的、はいね、で、ものすごい秘訣主義的だよ。そう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 、そういう意味で経済学的だなと、うん、つまりどういうことかというと、これはある種、非常にこう極端な発想ではあるんだけど、こういうことですよ。野暮承知で解説すると、何をやってるかが問題で、あるいはやってないかが問題で、何を思ってるかどうかじゃないと、うん、でもこれは例えば、まあ、こんなこと言うとあれですけど、別にそれだけを大事だと思ってるわけじゃないんです。でも社会に出たら多分普通に常識ですね。結果が全てだとかいうのは要するにそういうことですよ。頑張ったとか頑張ってないとか関係ないですよ、そんなのは。やろうと思ってたとか、つまり本気だったか、そんなことも実は問題にはされないですからね。はい、という意味では、実は抽象的な話のようでいて、そうですよね、理論的な話のようでいて、実践的な話であるという、うん、はい、星印をつけましたけどね。はい、ね、はい、で、じゃあちょっと質問ですけど、その次からじゃあ少し後半、あとまあ30分もないですけれども、はい、少しずつまとめていきたいと思うんですが、はい、この競争均衡の話っていうのは、この授業ではどの程度こう解説がなされたんですか？上級ミクロの1の前期の授業の、まあ、3、4回で、やりましたね。なるほど、はい、で、これはもう皆さん、あれですか、ピッチのこととしていい、いいですか、競争均衡の話は。しちゃいましょうね。いいですか、はい、はい。じゃあもう、ピッチの話として、競争均衡っていうのは、まあ、そこに、皆さんがきれいにまとめてもらっているように、そういうふうにして定義される、まあ、経済学の概念ですね。で、そうそう、今日ね、この話はしかしょうがなかったんで、はい、と、今週じゃない、今日が火曜日だから、先週だったのかな、先週の5日ぐらいだったのかな、ニュースで結構大きく取り上げられた、築地でね、マグロ その初競りがあって、270キロからの そのマグロが1億5000万円の値段がついたっていう、だいたい1キロあたりの70万ですよ、大間さんのね、マグロがね。で、去年が5000万円ぐらいで、その前の年が3000万円台ぐらいだったので、それで、その僕はおかしいなと思ったのは、1億5000万がついて、競りですよ、公開でオープンで競り上がっていって、最後に、なんとかっていう、その寿司屋さんのグループのね、社長が、うなだれてたらしいんだけど、1億5000万を払うつもりはなかったらしいんだけど、ずっと上がってたから、もう、落とすには1億5000万。はい、4000何百万回ですね、セブンというと。で、その後の市場関係した築地の人たちのコメントがニュースに載ってて、これはその市場価格に悪い影響を与えかねないって書いてあって、いやいや、これ笑うとですよ、皆さん、経済学の皆さん、市場で成立した価格に対して市場で悪い影響が薄くはないでしょう。でも、ね、もう、かっこバクぐらいの、あれね、話なのに、でそれがね、ニュースであるかのように報道されてたことに、僕は逆に、これが笑い事にならないっていうことは、まあ、あんまり経済的な、ね、伝わってないんだよね。いや、よく考えてください。市場で非常に公平な競りですよ。オークションで決まった価格に対してイチャモンつけるっていうのは、これなしでしょう。ね、でもそれはなんかその、高すぎるっていうね。その、どうしようもないんだよ、それは。それに対していいも悪いもないんですよ。だから、でこれちなみに、いろんなところで報道されてましたけどね、はい、あれですよ、2ちゃんでね、スレッドのでできてましたけどね、市場価格に悪い影響を覚えますんで、誰か早く突っ込まないから、誰もこう突っ込んでませんでしたか。
それで、ここで共創均衡の話を改めて千代さんが考えている趣旨をちょっと説明していただけますか。趣旨はですね、その前回前々回のところで寺尾さんが平等な話がしたということと、それから自由な話がしたいというふうに言ったわけですよね。で、打ち合わせの時に、どんなつもりだったんって聞いたら、まあ、こういうつもりでしたって言われたことを、僕なりに理解したことをまとめて書いたのが、この、競争均衡と平等というのと、それからその98ページにある競争均衡と自由というのです。だからこれはなんだろうな、その平等と自由の話はしますよって奥辺に今書いたので、なるほど、じゃあ用意はしておこうと。なるほど、はい、じゃあ分かりました。で、もうきちっとするので解説はしませんが、97ページ一野さんが書いてくれた文章の、1、2、3行目ですね、最後のところ、まあ、やっぱまとめのところですが、経済学は威圧的で暴力的だと感じられているのかもしれませんというところが、まあ、この問題のやっぱポイントだと思うんですよね。で、一般には次のような表現の方が多分されるんでしょうね、とっつきにくいとかね。でもそれ見て言うと、さっきの無知の知で言うとの話じゃないですけど、とっつきにくいとかとっつきやすいという表現は甘すぎると思うんですよ。そうじゃなくて、やっぱり奪う、あるいは奪われる感じを、それこそ直感的に、そこは僕は感じ取ってほしいと思って、例えば、中級のミクロ経済学は授業をしています。で、どういうことかというと、例えば、これはまた大きい話なので、イントロを触りだけして、もしこれが重要な問題だという了解が2人の間でできれば、まあ、あるいは皆さんの同意があれば、まあ、4回生の人には申し訳ないですけど、今度の春にね、また話をしたいと思うんですが、英語、数学、あるいは国語、理科とかいろいろありますけど、これある数学者が書いてたと思うんですよね。藤原雅彦さんじゃなかったと思う。ちょっと誰がどこで言ってたか忘れたんですけど、数学には数学嫌いを生み出す必然的なやっぱ理由があると。で、それに非常に似た構造として、英語を母語とはしない人たちに対して、英語が英語嫌いを生み出す必然的な理由があると。で、数学が数学嫌いを生み出す理由は、それが非常に無差別で暴力的だからということなんです。つまりどういうことかというと、全ての人に対して同じルールで同じ記号で考えることを数学は強いるでしょ。非常にそういう意味では暴力的なんですよ。つまり個々人の考え方の個性と一切認めませんから、数学は。だから小さいことに敏感な人にとっては数学っていうのはものすごい抵抗を感じるものだと思います。だからそれが数学嫌いを、数学嫌いはだから構造的に生み出されると。だからどういう話でそれが、これは日本の数学者が書いてる話でね、どうやったら数学嫌いの子をそのなくすかみたいな初等教育のところでの議論であったんです。で、英語がね、小学校から教えられなかったでしょ。で、同じような理由で英語にも構造的にそういうところがあると、はい、つまりどういうことかというと、話せる話せないみたいなことが特に言われるのはね、英語が話せる話せないっていうのはオブザーバブルじゃないですか。だからそれが無差別な暴力としてやっぱり機能するから、その英語がマスターできるかどうかとは別に、構造的に何数学嫌いとか英語嫌いを生み出すことのコストと合わせて、その子供に教えるってことは考えないといけないっていうような議論をしていて、なるほどなと思ったんです。で、どういうことかというと、で、何が言いたいかというと、経済学も特にミクロとか、は非常にいわばその理論自体全体のその作りが数学的なので、やっぱり経済学嫌いを生み出す構造的な理由はあると思う。それはここで一野先生が書いている威圧的で暴力的に感じられるところ、つまり、これは経済学のスピリットなんですが、要するに全ての人をいわばその平等に扱うということから来る理由なので、そこと合わせてやっぱ判断されなければならないということなんですよね。ところが、その次に、平等個性優遇って内野先生が書いたのを、まあ、素敵な文章なので僕ちょっと読ませてもらうと、私の他の人と同じように平等に扱ってというふうに、まあ、人は言いながら思いながら、同時にでも私自身のことも考えてほしいというのは、結局、まあ、わがままに過ぎないんじゃないかと。つまりどういうことかというと、さっきの引用したパスカルの話でいうと、小さなことに敏感でね、
例えば経済学の理論っていうのは非常に人に対して暴力的に作用するというのは承知の上で皆さんにいわば教えていますが、同時に考えてほしいことはここで一野先生が書いてくれているようなことで、それはでも同時にある種の、まあ、平等性あるいはフェアネスっていうのを大事にしているから、つまりいつどこで誰が考えるかによらず、成立するような議論のあるいは思考の枠組みで経済の問題を考えたいっていうやっぱり理由があるから、そういう枠組みを数学的な枠組みが採用しているわけですよね。でそのところをすごく、まあ、強調は僕はして授業しているつもりなんですけど、まあ、どれぐらい伝わっているかどうかっていうのは、ちょっとなんとも自分では判断しにくいところもあるんですが、というのは僕と中級ミクロ経済学とかがね非常にこう統一されているところもあるみたいなのでね、まあまあこれも立場上引き受けますのでね、まあそれはともかくそれで、そうそうそう、それでどういうことかというと、本番の真ん中に書いてあることです。皆さんは2年あるいは3年あるいはそれ以上経済学を学んできているはずなんですが、今言ったような問題をこれまでまあ考えたことがあったかどうかですね。つまり経済学を使うときには、だから逆に言うとある種のやっぱためらいがこういつもねあるというかね、あんまりこれをこうゴリゴリ やりすぎないようにそれこそ教えないと黒板の真ん中に書いてある問題が全部吹っ飛んじゃうんじゃないかなということを多分僕も一野先生すごく気にしてる。それはまあそれこそちょっと過剰なぐらい気にしすぎなのかもしれませんけどね。あでもよくまあそういう一緒に話をしてその辺はすごく共通して感じるところでありますけどね、はい。でじゃあその次が、実は今日話最初に話をしたここに関係する話ですけどね、はい、ちょっとじゃあ一野先生の方で解説していただきますが、利己的な個人というところの話ですけど、まあ、でもそういうとちゃんとここにも、ね、あそうですね、はいはいはい、でそのそうすると平等に扱う扱い方としてみんな自分のことを、まあ、自分の利益を大きくしたいと思っているというふうに扱う人々をねという意味でまあ平等なわけで、でなんでそんなことをするのかというと、別にここはもう何度も言いますが確認しておきたいんですが、経済学は人が利己的であることを発見したのではありませんですか。そして人は利己的であると経済学が信じているわけでもありません。ただ人が利己的であるというふうなタイプの平等な扱い方が人の行動とその行動の相互作用の結果を理解するときに有効ではないかと思っているだけです。いいですか。でなんで有効かというと、それはそのまさにその行為なわけですね。人が利己的であるとしようと、そこから出発しようで、なんでそんなことをするのかというと、その上の行動と内面に関わってくるんですが、これは僕は手を変え品を変え同じことをいろんな言い方で、いや同じ言い方かもしれんけどしてるんですが、もうつまりね、そのさっきも寺尾さん言ってくれたけど、もういい人だからいいことをするっていうのも何も分かったことになってんやん。そうかもしれんけど、悪い人が悪いことをするって、いやそうかもしれん、正しいかもしれんけど、それはもう何も分かったことになってへんし、しかもつまんないじゃん。つまんなくないですか。いい人はいい、悪い人は悪いって、もうつまんねえっていうね。それよりかはみんな利己的なのに、同じ人なのに、でもある状況では人々はこんなことをするし、また別の状況ではこんなことをするって、そっちの方が面白いし、しかもじゃあ人を良い行動に導くためにはこんな状況を作ればいいよねっていうふうに考えがいくという意味でも生産的ですよね。だからそう考えたいんです。もうそのラインでもうとことん追求したいんですね。だからもう人は実は他の人のことも気にするんで、いやそうなんやけど、もうそれはもう取っとこうっていう、もう最後の最後までもうできれば使いたくないっていうのが経済学の基本的な発想なんですよ。まあ、その最後の最後までがどこまで最後かは、まあ、経済学によってバリエーションがあるんですけどね。ですよね。はい、それでもね、うん、それで もう今の一田先生の説明で全て尽くされて、それでもね、うん、納得しない人がいるはずなんです。だからダメ押しで、はい、補足をするとね、98ページちょっと皆さんご覧になってください。98ページ、プリントの98ページの上から1、2、3、4行目の後半から5行目にかけたところなんですけど、
しかしそのような解釈は結局のところ良いことをするのは良い人で悪いことをするのは悪い人だと言っているだけですよねと。つまりこれはまあ道後反復トートロジー、一言で言うと何も言ったことにもなってないし何も考えたことになってないんですよ。言い換えてるだけだから、あの人がいい人なのはいい人だからだよっていうのは説明でも何でもないんですよ。でも今だったらこう笑う人もいるんだけど、実質的には今のと同じぐらいのことなのに、何やらもうちょっとなんか言葉が付け加わってるから、説明らしき非説明がいっぱい世の中にはあふれてるんですよ。というよりも世の中にあふれてるかどうかよりも自分の中にあふれてるかどうかをチェックしたいってことですよ。でなぜこれがダメなのかというと、一つの判断基準はまずは自分の中に新しい知識、知恵、あるいは知見、そういうものが何一つ付け加えられていないので、これ無駄遣いという意味でまずまずい。かつ考えたことが誰かの役に立つとかいうこともない、単なる言い換えだから、ということも、という意味でもプロダクティブではないので、やっぱり資源を無駄遣いにしているという意味でやっぱりここは否定をしておきたいですね。はい、一見違うものが実はよく考えてみると同じだったって話じゃないですからね。同じものが同じですということを言ってるに過ぎないの でこれは、一応なんとかな、最終的に今すべてこの場で納得してほしいとは思ってるんだけど、でなくてもいいけれども、ちょっと自分の中で転がしてよく考えてみてください。自分が何か考えたように気になっているだけで、実は実質的には何も考えたことになってないっていうことはありはしないかと。つまり、ここでくどいのですけどもう一回言うと、いいことをするのはいい人だ、悪いことをするのは悪い人だというような行動と内的属性を全く分けずに同一して、実は考えているようで考えていないっていうことに陥っていないかどうかを、まずは経済学的な観点からチェックできるようにはなってほしい。で、何が言いたいかというと、これはあえて市野さんも同意してくれると思うので言うと、それをできるようになった上で積極的に経済学的な発想を自分の物事を判断するときの、一つのやっぱベンチマークとして、採用しないというのは大いにありです。つまり積極的に自らの意思で選択として捨てるっていうのはあり、だからむしろそれはむしろやってほしいぐらいですよ。でそうじゃなくて、自分がそれこそ、そのぐらい経済学をマスターしてほしいということです。これ伝わりましたかね。はい、でこれはなんか非常にある意味非教育的なことを言ってるんですよ。そうですね、うん、つまり最終的には自分の意思で捨てられるようになるぐらいに経済学のことをマスターしてほしいと思います。それだけでずっとやってほしいなとは逆に思ってないということを改めてここで高難の学生の皆さんには言っておきたい。そうですね、だからもう最終的に皆さんが卒業するときには経済学じゃなかったって思って卒業してくれてもいいんですよね。もちろんそう、まあ、経済学であってもいいけどって僕ら思ってるから経済学を教えてるけど、はい、経済学ではなかったわって思ったんなら、うん、それでよかったねって。つまりその判断に至るまでに皆さんが得ているものの方が経済学を手放すことによって失われるものがはるかに大きいということが確信できるので、それはそれで大成功ですね。その意味で経済学部が第一志望じゃなかった人もいるかもしれませんけど、そんなことはそういう意味では問題ではありません。つまり逆に言うと、まあ、これは異論もあるんだろうけれども、何々学であろうと僕は最終的にそこまで行くようになってほしい、これはちょっと欲張りですけど4年間で最終的に自分の意思でこれではないなという形で自分でこうデタッチする、まあもうちょっとかっこつけて言うと、相対化するってことです。ちゃんと自分がどういう物事の考える枠で考えているかを考えながら物事を考えられるようになるということです。で、そのためのいわばエクササイズ、トレーニングをする手段としては、これは自分の経済学なので他のものは知らないのでこう言わざるを得ないところもありますが、経済学というのは非常によくできていると思います。自分の思考力を鍛えるのに特に経済学の理論は
そういうその無差別で暴力的なところがあるから、多くのいわば、繊細なというか、コーナーのみんなに優しい人とか、激しい心理的な教育を受けて、分かったら分かったと、分かったで、それでどうしろっていうんだって思ってる感じもあるだろうし、なんていうかな、これが分かって一気に何かを霧が晴れるように物事全てがこう見通せるっていうのは、そういうものではないところが多分経済学の僕はいいところだと最近やっと思えるようになりました。その点ちょっと思います。なるほどね。そっか、ちょっと待って、それは思ったこともなかったですけど、見通せると思って勉強始めましたか、寺尾さん。はい、あ、じゃあそれ僕も同じで、経済学が分かれば世の中の仕組みがもうバーッと分かると思って勉強しましたが、まあ、まだよく分からないというか、分からないことばかり増えていくんですが、だからね、その、まあ、こっちに引き付けて話すと、何の役に立つのかって言われたら、もうね、それは申し訳ないけど一言では言えないですわ。こんなに役立つって、僕の予告編でチャーミングになるって言いましたけど、それはもう無理やりですわ、発揮しるって、まあ、一言でまとめたらそうなりますわ。だからね、で受けややこしい、意味が分からへんっていうね。でもそのなんていうかな、だからね、本当にね、このつまり経済学を学ぶことにいることが何の役に立つのかっていうことです。僕の答えは結局のところ、じゃあ経済学じゃなくてもいいじゃんっていう答えにしかなりません。寺尾さんありますか、経済学だからこそっていう。役に立つ、うん、ないない、なんですよね。で、経済だからね、もう結局ね、経済学を学ぶことで役に立つと僕が主張することは、じゃあ経済学じゃなくてもできるじゃんってことなんやけど、じゃあ経済学でもいいじゃんって言いたいっていうね、いうことですよ、うん。で、それは一体何かというと、ちょっと長くなりますけども、それはこれはね、あのプリントの最後に僕がカラーで、これはプレゼントです、いろんなプレゼントかもしれんけど、これはですね、何かというと、僕が今年の3回生のゼミ生がインゼミで発表した研究で想定されている架空の大学で僕が教えるとしたら、博士ラバスがこれです。だからこれもね、冬学期の入門ビクロ経済学 A という授業を持つとしたら、こんなシラバス書きますっていう中の、この授業が何の役に立つのかというところに書いてありますが、まあ簡単に言うと、簡単に言うかな、経済学を勉強して何の役に立つのかというと、勉強することで、さっき寺さんと言ったよね、今まで全然違うと思ってたものが実は全く同じことだったとか、今まで全然違うと同じ、今まで全く同じと思ったものが実は違うものだったっていう発見を経済学を学べばいっぱいできると。違うと思った同じだったと、同じと思ったら違うかったっていうね。で、それが何の役に立つのかっていうと、それはですね、将来皆さん若いですからね、分からんこといっぱいあるわけですやんか。でもよく考えると、この今新しいことは実はもうすでに知ってるこれと同じやんなって思ったら怖くなくなるやんし、あるいは同じやんこれつまんねえと思ってよく見たら実は違うってなったら面白いから楽しめるやんっていうふうなことができるようになるのは、経済学を勉強して役に立つよねって思うんですけど、まあそこまで言うと、じゃあ経済じゃなくても何の学問でもいいよねとはなるんですけどね。それが一つ。それからもう一個、さらに何の学問でもいいのはこうですわ。勉強して何の役に立つのかというと、これまた皆さん若いですから、あのね、もう自分の経験だけに頼るとあんまりないからね。大変やんか。で、いちいち経験して学ぶのもいいけど、もうそれしんどいし、もうね、経験の数少ないし、自分で経験できる量もやっぱり人生短いから少ないからさ、それなら人の経験を使おうや、人が経験して考えたことを使おうや、それが学問を勉強するということですから、もうセットになってるからね、もう用意されてるからね、それ使う方が、まあ、ちょっとは経験なくてもね、人の経験を使う、僕らほら人間だからさ、学べるんですよね、人のやったことから経験しなくてもっていうのは、やっぱり勉強して、それもね、公務員になるわけでもなく、大学に行くわけでもなく、研究者になるわけでもない高難の学生にとって、経済が役に立つことですよ。勉強して役に立つことですよ。でもまあそれはごめん、経済学じゃなくてもいいねんけど、まあでも経済学でもいいやんというのが、あの僕のこの文章に対する、経済学高難の学生役に立つの答えです。はい、一言で言うとですね、経済学に限らずですけど、なんとか学みたいなものを何かやっぱりこの道具のようには考えてほしくないんです。
まあ、ハサミとかね、なんかそのデバイス的なものを考えないと、はいはい、あのつまり思考なのでね、あるいは思考法なのでそういうものではないんです、ね。だから普通こうなんか役に立つとか立たないとかっていうんで、そのやっぱ知識とか理解とか、あ、そのそれらの体系をこう道具のようにイメージしてほしくないというのが、ここでまず皆さんに伝えたいことの一つです、はい。で、もうあと数分なので、ちょっと飛ぶように思うかもしれませんが、それでもやっぱりどうだろうと思う人はいるというか、いてほしいと逆に思うんですよね。経済学が、あるいは甲南大学の経済学部の、学士の学位のね、授与の要件3つで、こういう発想で、抜け落ちてるもの、こぼれ落ちてるものもちろんあるんです。でそれについてコメントだけして、実際に最後締めくくりお願いしたいと思うんですが、これは今日僕が引用した文章でいう93ページに書かれてあることなんです。で市野さんが、引用していたものとちょうどこう、なんていうのかな、図らずも内容的に市野さんが引用しているのも99ページの大学の授業ってやつね、ともうほぼ同じことが問題にされていると思いました、はい。93ページの、真ん中の鴻上尚史さんの話と、それからツイッターの引用ですかね、99ページの真ん中で、これは今時のあれで言うと非常に、反時代的な多分発想なんだと思うけど、でもこれはすごくやっぱり大事だと思いますね。で、何が言いたいかというと、まあ、特に若い皆さんに言っておくと、経済学で直接掴むことができないものだと思っていることを言うと、一つは人の感じる孤独みたいなものだと思います。でもう一つは不安みたいなものだと思います。でそれとのその直面の仕方、向き合い方みたいなものは経済学は直接はそこでは問題してないと思います。だけど、じゃあこれは市野さんにバトンタッチする最後のものですが、僕の考えを言うと、経済学の中だけを見ていたら孤独や不安の問題が扱われてないように見えると思いますが、それがどういう場で、どういう文脈で、少なくともこれは僕は絶賛の意味を込めて言うと、市野先生に経済学を教わったらちゃんとその問題は掴まれていると思います。だからこんな時代になってもこうやって集まって人が人に直接話をして教えるというのはますます重要であるというふうに僕は考えています。以上。はい、ありがとうございます。というわけで、その、寺尾さんが初めに経済学部の学位授与方針を引用してくださいましたが、プリントの99ページですかね、一番最後には、甲南大学全体の、教育基本方針を挙げています。でそこで、甲南大学は教養と専門とのバランスを大切にしながら人物重視の教育を行い、良質な社会的常識、倫理観、品格を備えとあります。この、品格ですよね。品格を寺尾さんはあるところで美しさだとおっしゃっていましたが、まあ、それをさらに言い換えると、この品格こそがもうチャーミングさですよ。かつまり経済学を学んで、経済学の中だけでは見つからないものも経済学と、まあ、それからまあ僕らがここにいて喋っていることも含めたら、あ、そうなってほしいなと思うんですけど、皆さんそこでしか皆さんに見つかないようなチャーミングさ、この僕らだけじゃない、その今ここにいる、まあ、クラスメイトといいますかね、友達とか同級生と一緒にいることでしか身につかないチャーミングさとは何だろうかということを考えて、品格のある美しいチャーミングな人になってもらえるように僕らはずっと授業を続けますというのが僕の最後の言葉です。なのでどこがチャーミングやねん、チャーミングやねんっていうことも含めて、しかも寺尾と俺のどこがチャーミングやねんということも含めて、考えろですね。はい、はい、じゃあ最後にもう一言だけ言って、僕と市野先生は2002年に甲南大学の経済学部に同じタイミングで着任して、11年目が終わろうとして、11年目の最後の授業ですかね、はい、今日が。で、2人で以前話したことがあって、もう5、6年前だと思いますけど、こんなに甲南のことが好きになると思わなかったのが最大の誤算だって2人で言ったことがあります。で、
学生の皆さんに最後にじゃあお伝えしますね。3年あるいは4年過ごしてますよね。江南あるいは経済学部、主にはそれぞれ人それぞれかもしれませんが、あるいはね、旧部の人も皆さんが思っている以上にもう江南にいわば染まってますから、心配しなくても。それは卒業後にすぐに実感すると思います。で、これは嬉しいことでもあり、若干みんなには辛いことになるかもしれませんが、この雰囲気でこういう感じでこれをね、いつの間にか慣れた、つまり1回生で入学してストレスを感じなくなった頃にもう慣れてるわけですけど、これが心地よいと思って3年とか4年過ごしたら卒業後はしんどいと思います。世の中こんなにあのピースフルじゃないのでね。でもそういう思える3年あるいは4年を過ごしたことの方がいい自分の人生にとっては価値あることだろうと思って、僕なり一郎先生は皆さんに話をしているということは最後にやぼなことですけどね、一応伝えておきます。で、そのことはまたどこかで皆さんと話をする機会があれば嬉しいと思いますけれども、はい、チャイムになりましたので、じゃあ最後クロージングのコメントをお願いします。はい、というわけで、まあ多分こんなにコーナーに引き付けた話はもうしないつもりなので、はい、なので今日聞けてよかったねと思ってください。というわけで今日の授業は、はい、これで終わります。どうもありがとうございました。はい、それではですね、すいません、今日のハンコは配るタイミングを失って配っていませんので、ハンコを押したい人はごめんここに置いておくので押して帰ってください。では、あの曲は私の絵紙